おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時半のニュースをお届けします。本日は、ロシア関連、米国関連、そして日米首脳会談クワット会議、そして、えー、野党や、 経済、国防、そして自民党関連の話などをご紹介させていただきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を。こんな情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上インゴを使わせていただきます。何度でご了承ください。それでは早速本編に参りましょう。まずはロシア関連から見たいと思います。こちら。バイデン政権、キーウの米国大使館を守るため、ウクライナに特殊作戦部隊を派遣することを検討。ネットの反応特殊部隊1万人ぐらいかな 戦後、米軍基地が作られるのは確定的だな。ヤブヘビだったな、プーチンさんはら。というふうに言われていますね。これもこちらの方のツイッター情報ですので、どこまで、えー、どうなるかわかりませんが、これ事実であれば大きな動きですよね。はい。で、続きまして、こちら。 ロシア外交官が抗議の辞任。プーチンが起こした戦略戦争はウクライナ人、そしてロシア国民に対する犯罪でもある。今回の進行ほど恥ずかしいと感じたことはない。デトナ反応、良識ある人はやめて亡命していくんだろうな、というふうな記事が出てきました。はい、共同通信の記事なんですが、はい、えー、欧州本部があるスイス西部ジェネーブ駐在のロシアの外交官がこのようにおっしゃったと。 で、こちらですね。ロシア外交、外務省は、視線的で嘘と憎悪だけになっており、外交の役割を果たしていないと指摘したというふうに言われていますね。はい、西側メディアとはいえ、えー、ロシア、 関連の人がこうやって言ってるという発言も出てきてるようですね。で、こちら。外交官がこれじゃ、現場の兵士もやってらんな、やってられるんだろうな、というふうにアビルさんもおっしゃっています。で、こちら。プーチン大統領、老兵障害者まで戦場投流の非常、ロシアの兵士不足が深刻に、というふうな日韓現代の記事ですね。このようにですね、争点外の長期戦で、死傷兵や従軍拒否が増え、ロシア軍の 兵士不足が深刻になっていて、このようなことも言われているようですね。で、こちら、ロシアの戦死者、若年貧困地出身、少数民族が大半というふうなことも出てきていますね。で、こちら、ロシアあ、ウクライナの戦時行きたくない弁護士に相談殺到、顕在化するロシア兵の指揮低下というふうなことも言われていますね。はい。本当に、いや、ね、あくまで西側メディアの報道ということも頭に入れながらですが、 ねえ、このような、ああ、指揮低下っていうのは、本当に実際そうなのかもしれないな、というふうに感じたりしますね。で、こちら、一方、米国関連を見たいと思うんですが、2022年中間選挙、共和党は民主党に圧勝する、中間選挙で共和党に投票する予定の有権者は48%、民主党に投票すると答えた有権者は39%というふうになっておりまして、共和党は圧勝の、様相のようですね。で、こちら、圧倒的トランプ人気、トランプ氏が支持した、 テッド・バッド氏、ノース・カロライナ州上院予備選で勝利し、11月の中間選挙世論調査でもリードというふうに言われていますね。トラさん人気が圧倒的なようですね。で、続きましてこちら。カマラ・ハリス、ますます信じろ化する。私たちがコミュニティの子供たちについて語るとき、彼らはコミュニティの子供たちだというふうに。まあこれ日本語訳の部分もあるんかもしれませんが、 ねえ、まあ、これが事実であれば面白いなと思って紹介させてもらいました。で、こちら、西村浩雄さんなんですが、今年3月22日時点だが、ヒラリー・クリントンの関係者の不審死が93人に達していた。バイデンはクリントン財団と関係が深かった,深かったが、最近 CNN までもが、ヒラリーが2016年からトランプをロシアゲートの罪に陥れようと陰謀工作を重ねたと報じ始めた。バイデンとオバマはヒラリーを切った クリントンネットワークとまで揶揄された CNN もヒラリー・クリントンの犯罪を報道。トランプを工作で葬ろうとした陰謀に FBI や CIA も関与したが、中国共産党は 2016年大統領選挙の公開テレビ討論でトランプがヒラリーに刑務所に入れてやると言ったが6年後に実現しそうだというふうに言われていまして実現するかもしれませんね。またトラさんの予言が当たるかもしれませんね。これは大きなことですね。ヒラリー・クリントンさんを逮捕されるんでしょうか注目だなと思いました。で、こちら。 これで、ここから日米関連なんですが、まっすぐに立ったバイデン氏、握手もしなかった。米国大統領3人3色、天皇への挨拶法というふうに言われていまして、バイデン大統領が、あ天皇陛下とあ会われたそうなんですが、オバマ大統領、トランプ大統領とも違う挨拶の仕方だったと。バイデン氏はお辞儀も握手もしなかった。そのまままっすぐに立った姿勢で、天皇と並んで向かい合い、挨拶を2、3交わした。 一、二回ほど前に両手を差し出したり、胸に手を置いたりするジェスチャーで敬意を間接的に表したが、最後までお辞儀も握手もしなかったというふうに言われていますね。で、こちら加藤さんなんですが、天皇陛下に対し頭を下げず足を組むボケジ g バイデン、オバマは再敬礼したぞ。こんな人が、米国は日本の防衛に全面的に責任を負うと言っても信用できないというふうに怒ってらっしゃいますね。これはちょっと衝撃的でしたね、確かにね。 いやー、本当に、今までの方だったらそうじゃなかったのに、と思いましたね。で、こちら。島田おじさんなんですが、あバイデン大統領、拉致家族と面会、気持ちわかるとおっしゃったそうなんですが、良い面談だったと振り返って、意義のある面談だったとできるかは政府の責任だ。女王は心優しい男、しかしことごとく外交判断を誤ってきた。が、オバマ大統領、ゲイツ国防長官ら、元同僚の共通認識であることを忘れてはならないというふうに解説されてらっしゃいますね。で、こちら。 日米の防衛力強化は諸刃の剣。周辺国の軍備拡張もネク恐れ。ネットの反応因果関係があべコベだわ。ロシアの侵攻から何も学んでいない。最悪お得意の警察なくしたら犯罪がゼロになる理論。わらわらわらと。これ東京新聞の記事をこんな風うに紹介されていらっしゃいますね。東京新聞さんさすがですね。で、こちら。米国主導の新たな経済圏。 アイペフを正式に発表。日本、韓国などの13カ国が参加。警国のパク外交部長官。C 国もアイペフに参加できるよう警国が誘導するネットの反応。対中包囲網とはわらわら。NATO にロシアを入れる的なというふうに言われていまして。警国を入れてる時点で点て点んてんてんというふうに言われていましたが、でまた警国が何かしようとしてるみたいですね。でこちら。 日米首脳会談、バイデン米大統領記者から台湾有事が起きた場合に、米国が軍事的に関与するかを問われ、イエス。ネットの反応、まあこういう発言だけで戦争抑止になるからね。橋本さんどうすんのこれ。というふうに言われていますね。ネットの反応ですが、このように言われていますね。で、これについていろいろ見たいと思うんですが、こちら。日米首脳会談、自民佐藤氏、最高の質検、米大統領の 台湾防衛発言自民党の佐藤正久外交部会長は24日午前の党会合で訪問中のバイデン米大統領が台湾で紛争が起きた場合台湾の防衛に軍事的関与するとの考えを示したことについて最高の出現をされたこれまでの台湾に対する曖昧戦略から一線を越えたと歓迎したという,う言われていますねでこちら先ほどの件を紹介されて米大韓に公式の同盟条約はなく外務省や国務省の 条約課長的感覚からは出現。しかし、米政界では公式枠組みにとらわれず、対中圧力を強化しようというのが流れ。バイデン氏もそれに乗っているこの趣旨の発言は、昨年来3回目、野党共和党は出現として追及せず。問題は日本も積極的、積極対応できるかだというふうに言われていますね。はい。 解説しててくださってます、ね、でこちらズ田さんですね。バイデン発言の波紋がすごい。共和党政権に戻らなければ台湾への軍事支援は表明されず、戦略的曖昧さが続くと思っていた向きには嬉しい誤算。 統治もしたことがない中国がなぜ台湾を国の一部と言えるのか。そのことに唯一正論を吐けるアメリカが言ってのけた歴史的海峡というふうに言われていまして。またこちら。一つの四国はわかるが、軍事侵攻イコール殺戮は許されないとの戦略的曖昧性を脱したバイデン氏の歴史的発言。それを重く受け止めるのが日本の報道の使命なのに、バイデン発言を否定したい記者の多さにあぜん。ウクライナのように台湾、日本が四国に飲み込まれたいのか。これでは これで四国の台湾侵攻ハードルは確実に上がったというふうに言い切っておられますね。で、こちら。台湾防衛への軍事的関与を示したバイデン氏に台湾外交部は心からの感謝と、歓迎と感謝を表します。台湾は引き続き自衛力を高め、日米等との協力の進化により台湾海峡の安全と国際秩序を守り抜くと、ロシア侵略を呼び込んだ軍事介入否定発言の二の舞はしないとのアメリカの強い決意だろうというふうに言われていますね。 バイデン大統領のあの発言があったからロシア侵略が起こったんじゃないかっていう分析もあるぐらいですので、これは大きな抑止力になる一言だったかもしれませんね。で、こちら。C 国、不満と断固たる反対。バイデン氏発言に猛反対というふうに言われています。バイデン大統領の台湾をめぐる発言に強烈な不満と断固たる反対を表明すると強く反発しました。 さらにアメリカは14億人の四国人民と対立しないよう求めると強調し、四国は必ず断固たる行動を取る、いったことは必ず実現すると牽制しました。日本に対しても日本は台湾問題で言動を進むべきだと釘を刺しましたというふうに言われていますね。四国が反発するということは良かったというふうなことというふうな分析も一つありますよね。で、こちら、バイデンの台湾発言は失言。ホワイトハウスが否定。米メディア、またかと呆れの声。バイデンは台湾紛争の場合アメリカが軍事的関与すると述べた。 という,ふうにワイトハウスは否定したんですがねで記者がバイデンの台湾軍事介入発言失言を追及するもバイデンは答えずネット「余計なことは言うな時を指されたんだろう情けない」というふうなここでは言われていますね台湾防衛で戦略的曖昧さ維持米大統領政策変わらずと強調というふうなことも出てきていますね で、こちら、加藤さんなんですが、バイデン大統領が C 国による台湾攻撃が行われた場合、米国が軍事介入する可能性を示唆したのに対し、アメリカ当局は従来の方針に変更なし、同じことが来年もあり、あ、去年もですね、去年もあり、バイデン発言は失言とされた。今回も全く同じことが起きたわけだが、これは連携プレートを見た方がいい。つまり、バイデン発言は良い失言というふうに解説されていらっしゃいますね。え続きまして、こちら、バイデン常任理事国入り支持、高市氏、先月内閣に アンポリ理事,理事国の増、常任理事国の拒否権発動抑制、旧敵国条項を削除を提言した、いい流れ、ネットの反応が先型の妙というふうに言われていますね。はい、高橋さんがツイートの中でこのように触れておられますね。日本の安国連アンポリ常任理事国医療バイデン大統領が支持してくださる旨の方に接しました。先月、政調会から内閣に対し、アンポリ理事国の増加、常任理事国による 拒否権発動抑制、国連検証から日本の旧敵国条項を削除を提言しましたが、いい流れですというふうに言われていまして、いい流れみたいですね、今ね。で、こちら、バイデンだったうが日本の安保理理事国入りを支持、警告ネットは怒り、先犯国なのにというふうに警告は、あやっぱり怒ってらっしゃるようですね。はい、ネットユーザーからはですね、 警告は今回の G7 にも招待されていないのに、先般国の日本を常任理事国にするの、米国は正気なのか疑うというふうなこともネットのユーザーさんですが、このようなことが言われているようですね。で、こちら、鳩山さんなんですが、もし国連の安保理改革ができたら、米国は日本の安保理常任理事国入りを支持すると、バイデン大統領。岸田首相は得意げであったが、 あ孫崎さんに聞いたら、多くのアジアの国は、米国の金魚の糞のような日本を入れてもしょうがない。アジアの意見を代表する国を入れたいと考えているとのこと。さもありなんというふうな、と言われていますね。これどうなんでしょうかね。<laughs> いやー、さすがだなと思いました。これも明日の、あ愛国40字の中でも取り上げられるかもしれませんね。楽しみにしております。どのようにね、演者さん方がおっしゃるとか楽しみにしております。で、こちら。